はい、こんにちは。8月15日です。昨日8月14日にアップされた The Spiritual Fixer Media Channel の8月の予知動画を和訳して紹介します。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速内容に行きます。まず、アメリカ。民主党は複数起訴されているドナルド・トランプが次の大統領選まで裁判を遅らせて、 共和党の大統領候補にならないように注意しなければならない。もしそうなれば、バイデン大統領に対してトランプが容易に勝利することができるのが見える。アメリカ、バイデン大統領。健康を維持して、世界の舞台でまた転んでしまわないようにしなければならない。もうしなければならないっていうところの英語が、死守しなければならないみたいな言い方でした。 息子への捜査に加えて病気になったり転んだりすると大統領としての立場が崩壊し、立場が溶けて民主党は今年の年末までに新たなチームをた立ち上げざるを得なくなる。アメリカ、ギャビン・ニューサム知事、もしもバイデンが2024年の大統領選に出馬できない場合には、ニューサムが次の選択肢になるのが見える。 カマラ・ハリス副大統領では共和党に勝つことができないからだ。世界、コビット2023年の春に人々がまたマスクをするようになると予知したが、CDC がコビット感染者数が増えている州があると伝え、病院でも患者数が増えている。皆さん、食料を備蓄してください。世界、サイバー攻撃。 去年の時点で予知していたサイバー攻撃の増加が今現実のものとなっている。先週 ABC ニュースでは複数の病院で病院がサイバー攻撃を受けたことを報じていた。これはただのテストで近い将来もっとひどいサイバー攻撃があるのが見える。世界、疫病。来年世界的な疫病が発生し、残念ながら死者が出るのが見える。 十分に注意し、サバイバルキットを用意してください。なんか8月の予言のはずなのに来、来年って言ってますよね。続けます。世界、アフリカ。部族間の構想を解決するには、アフリカの人たちが力を合わせ、世界の他の権力に頼るのをやめるしか方法がないのが見える。残念ながら、彼らは一つになって力を合わせることはなく、何も変わらず、何の行動も起こさないのが見える。 結果として人々は苦しみ続けるだろう。世界、キム・ジョーン。彼が中国でさえまずいと思うようなクレイジーなことをして、その後は中国が手綱を引き締めるのが見える。アメリカ、ホームレス問題。いくつかの州と大都市がホームレス危機で非常事態宣言を出さなければならないのが見える。ニューヨークシティ、 ロサンゼルルス、フフィィラデルフィア、サンフランシスコなどのホームレスの中心地で状況が悪化するのが見えるアメリカ犯罪2024年の選挙でビジネスマンからの得票を伸ばすために民主党が都市部での犯罪に厳しく対応しなければならなくなるのが見えるもしも民主党が犯罪をコントロールできない場合には 共和党が犯罪にに厳しくすするるキャンンペーンを行って選挙に勝利するだろうアメリカ、経済。以前にも予知したように、株式市場は今年中乱高下し続ける。AI に仕事を奪,奪われ、また大きな工場ではロボットが使われて大量の解雇者が出るのが見える。世界、ハイチ。この国では 大きな内戦が起こり多くの命が失われるのが見える国際的なコミュニティは救助する前にもたもたするのが見える内戦が起きないように祈りましょう最後世界へのメッセージ多くの人が恐怖によって自分の潜在能力を活かせないでいます 他の人にどう思われるかとか他の人にどう見えるかというのを気にしてあなたの才能個性が無駄になっています世界を変える鍵となる人たちがたくさんいるのです自分の奥深いところではその使命がわかっているのに自分で自分の邪魔をしているのです自分を信じてみませんかということでした以上です、えー、ちなみにですねこのチャンネルの7月のは和訳して紹介しなかったんですが ちょっと見てみたんですね。そうしたら、私が気にしているマウイの火事っていうかもう火事そのもののことは特に言ってなかったです。今日は短いので、おまけで全然違う話をしましょうか。アメリカの借金の上限がとか、アメリカの国債の余震のダウングレードがとか、そういう話題に触れてきましたが、アメリカという国家もそうだけど、 じゃ、それぞれの州はどうなの？ってちょっと思いました。アメリカの州の借金はもう調べたらすぐにわかります。カリフォルニアが堂々の1位で520ビリオン <laughs> もう520ビリオンってびっくりです。すごい借金です。もうおえーってなります。2位はニューヨークで36。8ミリオン3位はテキサスで324ビリオンあ間違っちゃった。ニューヨーク368ビリオンですね。 カリフォルニア、とにかく断トツですよね。この情報のリンクもディスクリプションに貼っておきます。で、4位はイリノイで159ビリオン。もう全部ビリオンです。急に借金の規模、ここで小さくなりました。で、5位がフロリダで131ビリオン。 6位がペンシルバニアで128ビリオン7位はマサチューセッツで98ビリオン8位はオハイオ93ビリオン9位はニュージャージー91ビリオン10位がワシントン州これはワシントン DC じゃなくてワシントン州です90ビリオン11位はミシガンで82ビリオンでしたでこのリストを見るとなんかカリフォルニアやテキ,テキサスやばいって思うかもしれないんですが実は州の借金を その州に住んでいる人口、州民の数で割って1人当たりの借金額のリストにするとランキンキグ全然違うんですよで先に言っちゃうと住民1人当たりの借金の額トップ12にカリフォルニアもテキサスも出てこないです。 で私、統計ほぼ趣味なので、すでに退屈している方もいらっしゃるかと思いますが、2023年、州の借金を人口で割った一人頭の数字が高い順に、トップ12を発表します。では、1位から、マサチューセッツ州。一人頭1万1,047ドルの借金です。2位はコネチカット州。一人当たりの借金は1万679ドル。3位は、 アメリカで一番小さい州、ロードアイランド州で、住民一人当たりの借金が8191ドル、4位はアラスカ、8079ドル、まあ人、人口少ないからしょうがないのかなってちょっと思います、5位はニューヨーク州、住民一人当たりの借金は7141ドル、ここでニューヨーク出てきました、で6位はそのお隣のニュージャージー州、7117ドル、ニュージャージーの税率 でアメリカの中で高い方だったと思います7位はハワイ6737ドル8位はニューハンプシャー州5517ドル9位はバーモント州5413ドル10位はイリノイ州4995ドルここまでがトップ10ですなんか思ったのはですねふーんアメリカの41州は 1>, 1人当たりの州の借金を5000ドル以下に抑えられてるんだっていうことでした。えちなみにですね、ちょ続けると11位は4554ドルのメリーランド、12位はデラウェア、4420ドルでした。デラウェアって消費,消費税っていうか購入税がない州ですよね。ということで、州の借金の総額と、 人口で割った1人当たりの借金,借金額のランキングっていうのは全く一致しませんでしたで。カリフォルニアは今のところですよ、税金いっぱいかき集めてますけど、でも例えばシリコンバレーの IT 企業やそこに勤める人たちがカリフォルニアからがっさり去ってしまうと、もう集まる税金の額が減って、大変なことにもうすぐなりそうだと思います。 最後まで趣味のおまけに付き合ってくださってありがとうございました。Stay safe, stay healthy.